はい、ムンムです。タグボート大正にやってきました。なんとこちらでむちゃくちゃ風通しのいい焼肉屋があるということで、早速行ってきたいと思います。はい、こちらになります。むちゃくちゃ風通し良くないですか。こちらで本格的な焼肉が楽しめるということで、早速食べたいと思います。当店はですね、タレ焼肉というのを売りにしておりまして、複数の種類のタレを使用することで飽きずにお肉を楽しんでいただけるようなコースとなっております。まずはじめにこちらコースの方のご説明させていただきます。後ろの3種類が赤身のお肉となっておりまして、下がりが甘みのある、オニオンレモンペーパーソース、また、真ん中のハラミがですね、白ネギとごまの、タレ、そしてこちらの貝の身が生姜のタレとなっております。前面にございます和牛はもみだれを使用しておりまして、左からイチボ、三角バラ、リブロースとなっております。こちらは黒毛和牛を使用しておりまして、リッチな気持ちで楽しんでいただけるようなコースとなっております。タンからいきます。はぁ、この熱さを感じながら、そして風を感じながら食べる肉って最高ですよね。こんな感じでタンが焼けました。では食べていきます。いただきます。食べます。タン、いただきます。お、あ、うん、タンならではのこのしっかりとした歯ごたえ、あ、そして程よくこの肉の脂とこのレモン汁が後からさっぱりとね、整えてくれますね。うん、よし、そろそろお肉が焼けてまいりました。おお、ですね、この太陽に照らされてこのギラギラしてるこのお肉の脂身、良くないですかこれ。うん、あ、うん、タレが結構さっぱりしてますね。さっぱりしてるので、このお肉の脂を中和してくれます。OK？ うん、おいご飯、うまいじゃないですかこれ。脂と炭水化物のハーモニー。はい、完食いたしました。うん、ご飯もちゃんといただきました。うん、いやー、川の風を浴びながら食べる焼肉、本格的です。バーベキューとは違いますね。全然違います。本格的なお肉を外で楽しむことができる、大満足でございます。あの肉もそうなんですけれど、タレもうまい。お肉の脂にぴったり合ったさっぱりとしたタレです。でそのタレがですね、またご飯によく合う、もう油と炭水化物のもう融合ですよね。でそして外からの風を浴びる、最高のシチュエーションだと思います。ぜひ皆さんも食べに来てください。ごちそうさまでした。